誕生日おめでとうって、さちょこさん、ありがとうございます。初めまして。十七歳になりました。セブンティーン。あ、イシーさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。あ、ゆうやくんも、ありがとうございます。しんたかさんもありがとうございます。ヒロロンさん、と、あ、りく、ご、ごく、と同じ発音です。りさん。でいいかな <laughs>。花束、ありがとうございます。くうがくんも、ありがとうございます。 まとちゃんきよくあきよくんもありがとうございます噛みつきに来ました噛みつき返してやるあやこさんありがとうございますまた来てくれてああ育湯さんもまた来てくれてありがとうございますあかつぽんもたありがとうすごいうれ <laughs> しいありがとうございますありがとうありがとう梅哲さん来ましたああ来てくれてありがとうございます ありがとうございます。郁恵さんもくまさんあり,ま <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ひろふさんも誕生日おめでとう。ありがとうございます。あゆむくんもお久しぶり。ありがとう。ありがとう。次男さん、いいでしょう。りくさん、おケーキありがとうございます。すごいね。ケーキあるってね。ね。あしげさんもありがとうございます。次男さんになりました。 さんもありがとうございます嬉しい嬉しい横浩さんケーキありがとうございますあ、立てばさんお誕生日おめでとうありがとうございます そうツインテしましたツインテしました <laughs> なんとなくちょっと前と髪の毛変えようと思って <laughs> あウイウさんもまた来てくれてありがとうありがとうございますたかひろさんも十七歳立場おめでとうってありがとうございます安定の超絶かわいいうれしいラプ <laughs> トルさん立場おめでとうありがとうございますしゅやくんヤホーあっ前あのから来てくれてた しょうやくんかなありがとうありがとうあゆきのさんも来てくれてありがとうございます誕生日おめでとうってありがとうございます無音なんだ無音なんだ誰か伝えてあのあーえっ、ー、とアメさんお久しぶりです来てくれてありがとうございますおめでとうってありがとうございます熱々さんセブンティーンなりましたありがとうございますありがとうございます17歳の目標うん えなんだろうねアイドルになりたいですねうん。 <laughs> 変わる <laughs> いつもリプ返してくれてありがとう。本当好きだよ。ありがとうございます。こちらこそ。リプはね、あのね、楽しいの返すの本当に楽しい。あ、ひろくん、ケーキありがとう、ケーキ。ちょっとね、タメ口での方がいいってみんな言ったけん。タメ口で返すね。あ、裸の王様さん、お久しぶり。おめでとうってありがとう。あやはちゃん、こんばんは。誕生日おめでとうってありがとう。ありがとう。 おまさひろさんも誕生日おめでとうってありがとう。りょうちゃんのオフ会行きたい。ええー、来てください。ちょっとね。前回はなんかその日のオフ会の時に。 ね、おーってありがとうございます。17歳戻りたいんだ。そうなんだ。思いたいんですね。そうなっちゃうのかな。私もおセローさん誕生日なんです。ありがとうございます。1 17歳になりました。学校でもねたくさんお祝いしてきてもらいました。やっぱ高校生になると。 うん、誕生日平日の方が嬉しいかもねやっぱ友達におめでとうって言われたいからねきっとアイドルになれるありがとう郁恵さん立林さんも充実した一年にしますねありがとうあーシャピさんもありがとうございます活躍したい今日もかわいいありがとうクーガーさんもありがとうございます本当に嬉しい小タロさんつ須田さんつながりでとうございますありがとうございます 須田さん大好き毎年 <laughs> あゆきキさん頑張ってねありがとうございます本当にリップもらえると嬉しいんだそうなんだ私も嬉しいリップもらえると嬉しい嬉しいいつも正座して電話せてもらってるの私は正座して返してないごめんね <laughs> リップは基本ねうん移動中とかまあなんか本当にな何もすることがない時に返してるうん 本当に何もする時ない時にね返す方言きたい剣だってかわいい <laughs> そんなに使っていいの方言使っていいんやったらねタメ口にしたら自然に方言になるけんねそうそうプ <laughs> ライドさんあこんばんは来てくれてありがとうございますいますここにいます今日はツインテールにしてみました <laughs> 17歳もかわいいうれしいりくさんハートありがとうございます ありがとうありがとうございます嬉しいみ宮きさん誕生日おめでとうってあ見れなかったのかそっかそっか今日来てくれてありがとうございます嬉しいありがとうありがとうりょうちんかわい,いほんまにありがとう <laughs> 嬉しい、うん、買ってきましたありがとうございます 直接は一緒にやりできないけどあのケーキは買うねって言ってる人もいてもめそういうのすごい嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。幸せ私。シンちゃん、ごち間と完了ありがとうありがとう。ホワイトアウトさんもお誕生日おめでとうってありがとうございます。じいさんもお誕生日ありがとうございます。バレンタインイベントめっちゃいいやん。そういうのね。ああ、確かに。バレンタイン。あでも。 もっと前にあるなら年明けのなんかとかねしたいけどねツインテールでツインテールしましたよ相変わらず可愛いありがとうございます健康にそう私ほんとね体があんま強くないのでそれは何よりですねケーキあるのディクさん一生食べよう一生食べよう私はこの配信終わった後お母さんと食べます今日今日年はお母さんの誕生 ないからね。しいあ、本当。あ、本当に。待ってるよ。ちゃんと持ってきてね。鬼可愛い,い。嬉しい。めっちゃ嬉しい。あ、フード。そうだね。ちょっとまだ被ったことあんまないんだけど。あ、すごいこれ。こん。 <laughs> なんか動物になった気分になりますねどうですかこんな感じでアイスケーキねこの後食べますよこの後楽しみペイ,ペイペイさんこんばんはすごくかわいいよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いします嬉し,嬉しい嬉しい嬉しい リップ私も楽しい返すのが愛媛ね結構寒くってで私今日からマフラーデビューじゃないマフラーデビューしましたあのファンの方がねしかもラストアイドル見て好きになったっていう女の子の方から送られてきた誕生日プレゼントのマフラーをつけていきましたそうファンの方から頂いた,だいた白のね無地のマフラーもう寒いね結構カイロももう持ってるし結構寒い うん寒い寒い時間ねめっちゃ空いてるから返す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 よ <laughs>、うん、わすごいギフトがねあじいさんコンさんもこれなんだっけあのあれあれあれありがとうさん毎回コメントえー、うれしいそれはありがとう髪取りイコール髪うま <laughs> くまとしたねあっんでやねん <laughs> なんでドラえもんさんおめでとうってありがとうございます18日18日か分かりましたって言っても覚えれんからまた言ってくださいお願いしますアイドルになったらたくさんイベント行きたい私ももし慣れたらたくさんイベントしたいですイベントとかってねやっぱなんか楽しそうだなって思うし私も会い人めっちゃ楽しかったけんねうんめっちゃかわいいってべ弁やとなんてえめっちゃかわいいよ普通にめっちゃかわいいっていうかな多分 めっちゃは言うねめっちゃは別に方言じゃないんかなでも私の方言ねなんか「いよに関西弁が混ざってるってよく言われるんですよ言われるんよねなんか正式な「いよ弁ではないんかもしれん <laughs> なんかお母さんと私が結構関西寄りの喋り方らしくって何でなんか分からんないけどね「たけしさん私もみんなが参加してくれて嬉しい」 あじ,ゃあじゃあそうだねみんなも終わったらケーキ食べてください私も食べてると思うからその時に <laughs> そうそうお迎えに会ってみてかわいしきれやった嬉しい持ってって持ってって <laughs> みんなに宣伝してくださいでも実物かわいかったとか言ってもらえたらすごい嬉しいねカスパン五じ両ちゃんありがとうコンさんかわいいっておかわいい本当にいいってありが何星人って何星人でもないわ <laughs> すごいめっちゃみんなかわいいって言ってくれた かぶっちょっとかぶってた方がいいこれどうしようかすごいねなんかこれって何の動物なんだろうクマク分かんない <laughs> ありがとうフード女子あー私もフード好きだよフード好きというかなんかパーカーが結構好きでなんかうんあのダボイパーカーとか着るのが好きこんな可愛い顔見たことない <laughs> めっちゃいいこと言うやんありがとう <laughs> うん、ううん今、まあ、ワンちゃんがね下にチョコちゃん登場するでもちょっと今おとなしくないか舞ちゃんのシリーズ違いえそうなの舞さんも持ってるのおそい嬉しいそうなんだ可愛い,い生き物 <laughs> 今日前髪削ってどういうことえっ舞と何が違うんだろう分かんないなへえそうなんだ私的には今日普通 <laughs> 今日普通 ああさん仕事からの帰宅お疲れさまお疲れさまんかか愛いい子がいるぞ嬉しいな私のことじゃなかったら恥ずかしいえ熊本行きたい熊本は私行ったことあるっけなないよね熊本は行ったことないね私どこ行ったことあるだろう多分ね県外で一番行ったことあるのはうーん広島かな広島か東京だと思うでもなんか普通にどことかで言ったら東 東京じゃないわ。えっと広島が一番行ったことあります。うん、広島結構行ったことある。あ<ー> <laughs> ちょこちょこあまさみくんお久しぶり。お誕生日おめでとう！ってありがとう。ありがとう。郁恵さんもクラッカーありがとうございます。どうしようもなく可愛い。めっちゃ嬉しい。てか、大江様がずっと飛んでる。めっちゃ嬉しい！うえさん星投げ終わった。ありがとう。イベントとか参加したいな。また。 女の子のファンすごい嬉しい男性の方も嬉しいんやけどやっぱどっちがレアか言うたら女の子の方がレアやけんねなんかそう女の子のファンがすごいねなんか熱狂的だとすごい嬉しいね嬉しいで31のアイスケーキめっちゃおいしいんよえけんもうね今からめっちゃ楽しみこれ終わった後食べるけんもしケーキ買っとる人おったらこの配信終わった後に食べましょう ラストアイドル見て一目惚れしましたえへ、ー、えありがとうラギーさんありがとう嬉しいラストアイドルどうでしたか皆さんその私の回だったかね、まあ、私は前その前の配信でも言ったけど、うん、あのツイッターを見ながらツイッターでサーチしながら見てましたけどどうだったかなと思って 気になるあっ翔英さんありがとうちわ <laughs> もうちわって呼ばれてんのねありがとうありがとう関西まじりの夢え本当本当はは思ってる思えるなんかねおばさんくさいけん嫌ないよ私自分の喋り方が前にも言ったんやけどりおちゃんタンプレ送りたかったけど何がいいのか分からなくてえー、何でもいいよもう何でも嬉しいし本当に何もらっても嬉しいしねなんかなんか私の こと応援してくださってる方々みんなセンスがよくって全然今まで何これっていうのをもらったことないです、うん、全部嬉しいのうんこん <laughs> さんご乗児ありがとうありがとうリクさんもバラありがとうケーキないからグミ食べね <laughs> いいねグミグミグミ好き私もグミ好きです <laughs> ふーちゃんりょうちゃん,ちゃんこんばんは初見ですふーちゃんってえっと あのツイッターのふーちゃんですかね合ってるかなツイッターのふーちゃんありがとう来てくれてこんばんは昨日の暴走者事務所の前通ったのえそうなのわかんないそのニュースは知ってるけどわかんない握手会行きたいや,やってみたいね楽しそうアンパンマンさん今来ましたこんばんは来てくれてありがとうございますこんばんはからあげくんもありがとうピバーステーって。 配信で見る以上に可愛かったら会った時に何何何,何死んでしまうもんしかしてそれはダメだねそれはダメだけどあ会いに来てほしいですなんかそういう機会があればねいいんですけどね私おしゃべり大好きだから本当そういう機会は欲しい Twitter、うん、フォローしましたありがとうペイペイさんありがとう銀河くんもありがとうございます 緊張してちょっと違う緊張するんだ私なんか線低いしオーラーないからねそんな緊張してないと思うんだけどねフードがかわいいやかましいわやかましいわ、うん、<laughs> フードがかわいい納得やけどこれいつまでかぶかぶるわ <laughs> そろそろ抜けようか <laughs> そろそろ人間に戻った方がいいですか <laughs> でもすごいねスクショタイムしよっか <laughs> なんか本当に動物になった気分です私 <laughs> はじ <laughs> めましてラストサイ見ました <laughs> まマッピーさんありがとうございますはじめまして見てくれたんですか嬉しい <laughs> ありがとうございます嬉しい嬉しいどうしたらデオさんみたいに可愛くなります。んかもしないけど <laughs> 可愛いね引きないですよ私そんなにね何もしてないんだよね本当に塾なのにかみちゃってる <laughs> ちゃんと授業聞きましょう私塾行ったことないや 偉いなって思うだから塾通ってる人偉いなって思う本当にチョコいるよチョコいるチョコいるこれ結構あまたはいすごいあのごめんなさいまたちょっとごめんなさいコメント全部読めないけど許してください追いつきますあ新潟行ったことないから行きたい本当にあゆうきくん来てくれてありがとうこんばんはボロインさんハートありがとうございますありがとうはい熱狂可愛かったありがとう嬉しい嬉しい <laughs> 同性のファン人気のバメーターそそそうううやねそうそう人間だろう確かに、うん、同性のファンの人いたらなんかなんかねちょっとテンション上がりますよねあすごいって思ううん確かにあ福フクロウさんも来てくれてありがとうございますありがとうありがとう独りよはないかな多分え歌よかった本当に、うん、なんか もうね私、本当に何,何回も言うけど、私、見れないんですよ、もう自分が出てた回が。夢のようだったのに見れない、全然。何度も見てる、何度も見てるってみんな、そんないや。何回も見て、どう思うんだろう。どうなんかな、どうなんかな。ドキドキして、私も本当にね、バクバクして見てた。その,その前の回のなんか予告編がで出た時も、も、バクバクしてながら見てた。本当にでツイッターめっちゃサーチして しよったうん <laughs> ハリネズミさんこんばんは来てくれてありがとうえー、ゆく児さん嬉しいほんとねちょっとの方だけどもそうやって言ってもらえたら全然嬉しいねうんあカリタンも来てくれてありがとうおめでとうってありがとう肌めっちゃ綺麗なんだけどなんでうれしいえー、全然だよでもなんか私なんかニキビができなくってなんか肌の質的にでもニキビできない分結構なんかクマがひどかったり たまになんかできちゃったりとかなんかそういうのはあるなんか他の肌トラブルがあるんだようんツイッターのふうちゃんだ分かりますよありがとう来てくれてもうなんかツイッターからね来てくれる人めっちゃ嬉しいありがとう本当に <laughs> カツポンのセンスのやつだねほんカツポンもねセンスいいファンの中の方の中の一人ですめ,めっちゃセンスいいこれ相当かわいいよね私ねなんかなんかルームウェアとかって なんか欲しいけど自分で買うのもなっていうなんかそういう感じだからねお誕生日プレゼントとかでもらえたらすごい嬉しいよねああカツポンケーキとこれありがとうありがとう姉さんルームフォローしてくれたのありがとう嬉しいフルコースありがとうにゃーにゃカツポンありがとう完了って本当に会いたい私も本当に会いたい本当に会いたい たたくくさん初見ですって清原ィオです来てくれてありがとうございますおブレイブさんもありがとうございますお誕生日です <laughs> ありがとうございます <laughs> フード配信だったねフード配信でしたまたフード配信するねうんかわいすぎてマンホールいいね <laughs> どういうこと <laughs> どういうことそれ <laughs> 今日部活で気絶して爆発したの大丈夫そうなの 部活ってことは学生さんなんだ私はね部活してないんですよちなみにどうでもいいと思うけど無所属何,何もしてない私運動できないんだよね、うん、そう運できないからあ名古屋も行きたいってかもう言い出したら止まんない本当に行きたいとこいっぱいあててさんお久しぶりありがとうかむさむにだありがとうございます嬉しいこうやって来てくれて嬉しいなありがとう そう、TPA 姫のみんなね頑張り屋さんやからワンワンの配信そうちょ、ちょっとね犬がずっとうーってなってるうーってハッ <laughs> つイさん初見ですこんばんはーこんばんはー来てくれてありがとうございます清原ディオですあそうそう秋アバターがあるからねそうえっとね髪の毛ボブのやつ <laughs> ボブのやつりくうさんバラありがとうバラバラありがとう 同ややし、し、あ、確かにね共通点多いよねりなちゃんそうそうそう私そういう子に応援してもらえるのも本当に嬉しい本当にうんオフ会に来てた女性のお客さんも「りゅうちゃん可愛い言ってたえーへえ嬉しいそうなんか TPA 愛媛のねツインプラネット愛媛って私が所属させていただいている事務所のそのオフ会でもね女の方が結構女性の方がねいっぱい来てくださっててすごいねなんかね新鮮だったねうん、嬉しかった嬉しかったそうそう 歌良かった本当にでも本当に何度目の青空かが好きだったの。まあ候補としてはね実はね実他にもあったんですよななでも選曲ってすんごい大事だからで絞りに絞ってあの歌をしますまあ割と即決だったけどやっぱなんかねもしかぶっちゃったりしたらっていうのがあるから何個か決めててでも、うん、あの絶対あの歌んしたいっていうのはあったから。 うまく歌えるわけじゃないけど一番歌いたい歌を歌おうと思ってねそうそうそうあれは鴨原さんのキャラがねでも本当にキャラって大事やと思うしうんでも鴨原さんはね、うん、キャラがね私も正直可愛いなって思っちゃったしまあでもあの時はもう負けは認めましたねだからこれから超えていけるように頑張ろうって思いました <laughs> 永遠の正統は美少女はきついわもう <laughs> わしに私バシって言っちゃった私ねもったいない無理やり来た来てくれたんだねカツモンありがとう本当にありがとうラストイド始まる前からねドキドキするよね本当にいや嫌になっちゃう本当にすんごい緊張したあの時自分の中出てるのが変な感じしてねうん何度目のわざわざ聞きながら何度目の可愛いさか思ってるありがとうそう言ってくれていやあの歌が大好きだから本当に ねあの歌歌って勝ちたかったですねうん本当に嬉しいありがとうててさんありがとうございます幸せに幸せな一年にします貢ぎ物何何何熊なの涙なんかねどっちもあるって言われるの <laughs> 正直涙袋しかいらないんだけどなんか熊が本当にねひどいんだよねなんか学校メイクしちゃいけないけんい,あのいかんけんねあのうん 結構学校はね悩む、うん、メイクスタレン関係そうそうババッチさんこんばんは初見ですおおラスタイトで見ましたありがとうございます嬉しいありがとうございますグッドティアーズさんのファンの方なのかなありがとうございます見てくれたの嬉しいな嬉しい今日で訪問回数400回おおすごいガチポンありがとうすごいすごいねありがとうございます400回ってすごい <laughs> クラッカーが思い出せんかった「コウさんてテさんハートありがとう」すごいありがとうありがとう伊集院さんは本当にすごくいいあの優しい方でしたもうなんかね本当に感動しちゃった私もうすごくやすなんか私がすごい緊張してても落ち着いてってこうねなんかしてくださったりして本当にいい人え柔道かっこいいねすごい私には無縁だな柔道だなんてすごい タデバイさん了解ですお待ちしてますねまたありがとうありがとうケーキの写真あげるケーキの写真あげるあげるあ仙台も行ってみたいもう行ってみたいとこ言い出したらキリがないうん本当にアイドル部あったら入るあったら入るあったら入る <laughs> フードかわいい <laughs> ありがとうこれかわいいよね本当にめちゃくちゃ可愛いいクマさんになれるやつねうん いい感じ。りゅうちゃん、実は会ったことあるんです。かわいすぎてになりました。えほんまにえなんでど,んどういうことやろうあもしかして収録来られてたんかなえー、そうなんですか嬉しい。いや、なんかね、うん、なんか実物見てもかわいって言ってくれるのは本当に嬉しい。ありがとうございます。えー、すごいすごい。 またアイドルのお衣装を受けるのこうなったらー,フィエートグループとか入ってほしいですよ。ありがとうございます。今んとこね、まだか何も決まっ,ってないんですけど、でも夢は追い続けたいなって思う。叶うまでね、ちゃんと。そうそう。夜勤明けの帰りに買って帰るありがとう、カツポン。ありがとう。嬉しい。あー、郁恵さん、ハートありがとう。カツポンまたね。ありがとう。 諦めたそれ杉さんが着てるやつありがとうそれですそれですリオペアもつけてくれて嬉しいめっちゃ嬉しいあ乃木坂好きなんだりなちゃんそう乃木坂さんの中でもうん特に好きだったのうんそう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 なのそうなのよ何だめなわざらかよかったの嬉しい嬉しいラストアイドで見てて好きになってたから偶然ショレおおすごいありがとうみーさん嬉しい だからラストアイドル見てっていうのは本当に嬉しい。うん。キャラ負けてないありがとう。嬉しいよ、嬉しい。りょうさんの歌もっと聴きたい、まあ、いつかね、アイドルになれたらみんなに聴かせれるようになれるように頑張ります。うん。歌は負けてるよ。歌は負けてるよ。そうそうそう。あかけるさん、ありがとう。誕生日おめでとうって。 ありがとう、ありがとう。生徒はわし。わしって言っちゃうんよね、なんか。なんで書かんなきけど。かけるさん、ありがとう。クラッカーもありがとう。あ、ピンキンミーさん、また来てくれた。ありがとう、ありがとう。お邪魔してください。りくさん、あなたもありがとう。ふくろさんもご自由完了ありがとう。こんだけキャラあるのにね、出せんかったよね、あそこで。あそこで出せんかったら原型いかなかったね、ほんまに。 キャラにはねキャラというかなんか喋りには自信あったんやけど <laughs> あの場ではさすがに出せんかったうん待ち時間緊張感がんですってしまったいやなんか待ち時間の方がドキドキするよね今からどんな風に映るんやろなみたいな顔も声も可愛くてえー、そんなことないよ私本当にアイドルになりたいとか言いながら会えないけど声が本当に嫌いなのよね私自分の声がでも本当に嬉しいそれはすっごい嬉しい かんたさん、初見です。お誕生日おめでとうございますって。おお、ありがとうございます。初めまして。清原里夫と言います。ありがとうございます。十七歳になりました。<laughs> えー、すごい県大会優勝って、すごいね。めっちゃ最新の情報ありがとう。すごい。嫁さんと一緒に可愛いって言って、ええー、嬉しい。ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。家族で見てるなんて。全国可愛い好きの旅。 天気エミさんクラッカーありがとうありがとうあの番組で司会してとてうと胃が痛くないそうで心配 <laughs> 確かにね気が重いよね絶対すごいなって思う本当にあミサはね仙台演劇で行ってたよねいいな私はい、行っとらん行ったことないやマルカンタさんこれから仕事頑張ってください偉いね頑張ってねありがとうありがとうすごい 収録行ったんですね。そうだったんだ、ふーちゃん。全然分かんなかった。それ分かんないか。え、でも嬉しい。それで、ね、こう、なんか、好きって思ってもらえて。まあ、これからね、どうなるか分かんないけど、これからも押してください。お願いします。星集めてきたありがとう、ゆうかさん。ありがとう、嬉しい。お、白雪山さんもお久しぶり。来てくれてありがとう。乃木坂だと、乃木坂さんだと、 んーとねまあなんかああ、うん、アシュリンさんといくちゃんさんとねカズミンさんとかカズミンさん結構好きかもうんなんかえ選べないでもなんかほんとに可愛い子ばっかりだからね全然選べないねうんあ伊集院さんそうラジオでねたまに聞く,聞くそれなんかツイッターとかでね流れてくるそうそう リオちゃんのキャラ相当強いはずなんだけどね <laughs> 自分的には絶対勝ってた嬉しいありがとうその言葉を救われる本当にうんいつかできるなら今日できるああいいよねいいよね最,最新のやつね噛みつき出たらね勝ってたのにねまあなんかいつか出せれたらいいかなって今回はあえて封印したってことにしとこうと思ってそうそうそううん <laughs> マジってキャラは全くいい <laughs> そうっすよねそうですよね せいしんさん来てくれてありがとう誕生日になりましたありがとう嬉しい嬉しいあそうそうリオペンつけてくださいリオペンつけてそうサーテンのアイスで好きなアイスえー、っとねなんかね今今でとる味でねなんかもともとコットンキャンディーっていう名前のアイスがあったんよあフレーバーがあったんよでもそれが結構早いな早くなく,になくなってで最近なんか同じ味のね ができたんやけどな、なんちゃらキャンディーやったかな、あれ、あ、でもハロウィン限定やったっけ。でもなんか、あれあれ、えっと。普通に好きなのは、なんかラブポーション、ラブポーションサーティワンみたいなやつわかる、なんか。ハート型のチョコレートが入っとるやつとか、普通にポッピングシャワーとか。え、でもなんか、サーティワンのやつ全部好きかな。でもなんか、あんまりね、行くことないけんね。 そんな毎週食べよるとかでも全然ないたまーに食べる感じやけんねうんソロアイドルとアイドルグループの一員アイドルグループの一員がいいやっぱり自分は中身の方がビジュアルよりも中身に自信があるから中身に自信あるっていうのもいい子な自信じゃなくってその面白い自信があるからなんかグループの方がこう自分の色が出してるんやないかなっていうのがあるかなうん 声かわいくないよ。かわいくないよ。そう震災じゃなくて本当良かったって言うよね。それは言うよね。あすごい !1000 人ありがとう嬉しい今日も行って。嬉しい。りくさん、りすさんありがとう嬉しい。可愛いね、これ。押します絶対ですね。絶対守ってください。それを。よろしくお願いします。みんな押しますって言った人は全員一生押してください <laughs>。約束してくださいね。 ラストタイル見て思ったんですけど NMB にえー入りたいですよそんな入れるなら入りたいです <laughs> 今日はツインテールだよ今日ツインテールえ <laughs> エボックさんこんばんはこんばんは来てくれてありがとうございますコーンさん前からね声好きって言ってくれてるよねみゆきさんおラスターズさんだこんばんは来てくれてありがとう清原ディオですこんばんは乃木坂加工しがあやっぱそうなんだねそうなんだ ょう、えー、ちゃんに会いたくて初めて四国行きたいたんだよ初めて今まで思わなかったの愛媛めっちゃいいとこやのにでも愛媛はねなんかなんかおすすめどこですかって言われるんやけどでもなんか人が温かいからそれを体感してほしいなって思うその愛媛で愛媛の人と戯れてほしい戯れるっていうなんか交流を是非持っていただきたい。うん カネズミさん、誕生日にととってあありりががううございます歳つきでも私もう起きてからずっと噛みついてるからもちろん噛みついてると思うでも今日はずっとご機嫌やったようん学校でもおめでとうって言ってもらえて誕生日プレゼントももらえたから今日は機嫌よかったティーアンのケーキねこのあと食べるたこの配信終わった後おデブだけどうんこのあと食べるんよそうああコンさんお仕事頑張ってね頑張ってね そうラストアイドルの時とキャラ全く違う違うよねあの,あの時には出せんくってだけど私結構キャラ濃いんですよ本当はこんな感じの子なんですでもブリブリなんかあそこでブリブリしてたわけじゃないよじゃないけどね見た目も中身めっちゃかわいいブリジーありがとう,もう押しませんちゃうわなんでやねあやこさんめっちゃ来るな噛みつきやすくていいけど <laughs> 押しますよはい押しましたありがとうお願いします 可愛い顔してるのよ、要求は。<laughs> そ要求好きなよね、結構お願いしますっていうことが多い。セブンティーンアイスセブンティーンアイス何,何、何今日多いな、今日多いよ。ラストアイドルに出てからね、ほんとにそれでその知ってくださった方がいっぱい来てくれて、ほんとに嬉しい。東京行きたい、誠司さん、行きたい、行きたい。地元のファンはそうだね、確かにね。 押さなきゃ見に来ないかそうだよね育恵さん押してくれてるんだね握手会で神対応頑張るってかから握手会できるのかわかんないけど愛媛のおすすめ清原梨央めっちゃいいやんそう愛媛のおすすめ品清原梨央ですね <laughs> 修学旅行で今治国際ホテル泊まったえーそうなんだすごい私も泊まったことないよ今治国際ホテルそりゃそうか私愛媛の人も、ね、愛媛の人噛みつかない <laughs> あごめんなさいなんか私が噛みつくけんねいや私だけ愛媛のな人の中で噛みつくのは私だけど他の人誰も噛みつかないから <laughs> 安心して <laughs> 大丈夫大丈夫 <laughs> あさんおめでとうっ四国行ったことないないんだやっぱ行ったことない人多いもしかして。 実家の神社みたいに行ったことあるそうなのそうなのなんかすごい縁だよねそうそうそううんお寺,お寺にねそうそうそう結構びっくりした私も聞いた時そのキャラ出したら勝てたかもしれないええほんとだね確かに分かんないけどあっ梶谷梶谷君誕生日おめでとうありがとうありがとう後 <laughs> ろ押して <laughs> どういうことイベント参加したいけど今んとこまだ考えてないねそう お誕生日おめでとうございますありがとうありがとうまこさんも大誕生日おめでとうってありがとうございます嬉しいありがとう結構デューザーのことみんな可愛いって言ってる本当に誰が言ってるの <laughs> 誰が言ってるのか気になる <laughs> ありがとう嬉しい鶴瓶山さんもハッピーバースデー。めっちゃ元気めっちゃ元気だよ、まあ、正直一時期すごいズンってなってたけどそうみんなのおかげで立ち直れました 噛みつきね。天気ね。見に来てください。<laughs> あ、ウィリーさん、花束ありがとうございます。ありがとうございます。こ噛み付くの私噛付く四国行ったんだ。すごい四国行ったんだね。愛媛の噛みつき形成と神城だって。めちゃくちゃラフで本当に。噛み付くのに正当派って何なんやろうね。めっちゃいいキャラですねえー。嬉しい。よかった。本当大体の人がショック受けてないからよかった。本当に。 あのノリさんもまた聞いてくれてありがとう、こんばんはー、こんばんは。ブレイブさんもハートありがとうございます。あ、やっと落ち着いてきた、コメントが。どんどんね、なんか、やっぱりイラストアイドルで知ってくださった方は、まだ私のこと知らないこともいっぱいあると思うけんね。うん、なんか、質問とか、もう全然答えれるもんは答えるけん、なんでも、質問、まあ、普通にね、コメントね、どんどんしてくれたらいいし。 あ、初見です <laughs> って何 <laughs> なんで今更そんな嘘ついてみたりう <laughs> ちゃんにとって大人になるってどんなことえー、なんだろうねえなんやろ分からん大人になる二十歳になる <laughs> かな二十歳になることかな大人になるって言ったらまだ自分は大人じゃないと思うけんねうん 成人人式したら大人かな <laughs> いやでもどうだろうそう,そうでもないかもしれないけど私それまだ分かんないかもしれない、ね、そのキャラガンガン出してくれないとごめんなさいちょっともったいぶっちゃった <laughs> もったいぶったってことにしとく絶対学校でもってもってないそんなことないよ全然,全然全然全然そんななんかそういう感じじゃないと思うだからなんかあんまり分かんないそういうの、うん、東京でも人気出ると思いますたキャラいいしありがとう キャラ褒められるのねめっちゃ嬉しい <laughs> それはめっちゃ嬉しいうちゃんめっちゃ綺麗可かわいいありがとうヒろみさんありがとうグーポンさんおお疲かれー今バイト終わったって何のバイトしようやろすごいねこんな時間まで私は学校がねバイト禁止だからバイトしたことないけどどうですかバイトって <laughs> どうですかってあれやけどしんどいよね絶対 ねあだ名決めてあだ名がないんよね私あだ名がないけんねなんか欲しいんやけどでもなんやろでも普通にりおちゃんとかの学校でね清原って呼ばれよんよねりおってあんま呼ばれてないよね <laughs> なんでだよね方言かわいい本当に独演会っていう <laughs> よく知らないのでアピールわかりましたじゃ推しに知ってもらえるようにアピールします えアピールってなんだろう、まあ、愛媛に住んで今住んどるけんね、うん、本当にもう田舎もんでそのなんやろうね事務所に入ったのも本当今年の今年やからまあ数か月しか経ってなくってほんでオーディションもその事務所のオーディションが初めてやってけんもう本当に何やろうなんか右も左も分からんみたいな感じやったんやけど。 で,でね住んどるとこもすごい田舎へけんうラストアイドルに挑戦させていただいたときもなんかそれだけで本当に夢のようやったけんね、まあ、本当まだまだこれからなんやけどえけ、うん,なんかこそこれからどうなっていくんかをずっといろんな人に見守ってもらってすごい成長したなって思われたいねい,ろいっぱいいろんな人。 ショートした後にも見れてるありがとう、しおんくん。ありがとう。ありがとう。花のセブンティーンです。だから楽しみたい、本当に。どのくらいの都合で噛みつきましたえー、結構、結構すぐ噛みつく。なんでもかんでも、とりあえずで噛みつく。<laughs> ちょっと気に食わない発言があったら、なんでですかってすぐ聞く感じ。<laughs> 先生とかにも。 小池斗君お久しぶりありがとうわーお十 <laughs> 17歳になりましたありがとうえいみみかん以外なんかあるってあるよえっとね道後温泉とえっと道後温泉とこのからくり時計とあとねえっとねあのまああほんとにえいみは人が優しいけん、ね、あのもうほんとにそんな 何もなももくても人,人,よ人, <laughs> 人よ人人ようんこの1年の目標はもちろんやっぱり夢を叶えることですね今回ラストアイドル挑戦したけど負けちゃって叶わなかったけど諦めないでいたいねでもっともっともっとたくさんの人に自分のこと知ってもらいたいもう外歩けないってなるぐらい知ってもらいたいなって思う本当にうん え、振袖似合いそうって嬉しい。私も着たい。めっちゃ着たい。もともとあゆみちゃんが好きでラしたいの見てたら、ゆさみちゃん出てきて押し始めた、おらせに。えー、嬉しい。ありがとう。私もあゆみちゃんすっごい好きです。あいみちゃん。私も初回から見てたので、うん。で、初回でね、あゆみちゃん指名されたから、それも見てました。可愛いですよね、本当に。好き,好きな噛みつき形成とハイドゲイドルさんです <laughs> ありがとう。うれしい。 あかりんというか全く全く全然やっぱ私も基本はいい意味でおるけんね全然会えないけどうんでも本当にねもういい先輩様です本当ねえっ、ー、とあっさんも来てくれてありがとうお誕生日ですありがとうありがとう、うん、あのプレゼントもねあの預かってるからねありがとう本当にうれしい ナシタイトルのメンバーにもいないタイプだから合格しても良かった感じするえー、う嬉しいありがとうありがとういないのかなまあこんなにね噛みつくのはいないよねみんな優しい方ばっかりだからね私が入っちゃったらまずかったかもしれない逆に <laughs> あリオンねでも本当にリオンって思われちゃうから名前がなんかないかななんか名前がね難しいよね マスです誕生日だって聞きましたおめでとうありがとうございます嬉しいマスさん嬉しいこれからも遊びに来てくれたら嬉しいです、まあ、週末とかしかあんまできんかもしれんけどバイト禁止ないじゃないですか鋭いツッコミされちゃったバイトは禁止なんよそうバイトは禁止リオ, <laughs> オペンはねそうそうあだ名ではないんよそうあツイッターでニックネーム投票やっちゃう あ、でもそれはちょっとアイドルになれたときがいいな。清原って呼ばないで嫌だよ。なんか清原ってね、なんかちょっと男らしくない見嫌なよね。ラリちゃんなんでなんでラリちゃんあ、そういうことね。へえ、すごいね。私には全然思い浮かばんかった、それ。攻撃力強くもいいからや <laughs> 図星かもしれん。清原って聞くと、あ、やっぱり野球選手のイメージですよね。そうよね。確かに。 シャスケさんあこんばんは今日もお疲れ様でありがとうありがとうありがとう嬉しい嬉しいこんな仕は美少女が埋めてたのか覚えたらね何かごめんなさいあげません何もあげません <laughs> そんなに甘くない <laughs> 東京出身のアイドルは少ないあでも確かにそれは思うかもしれないそうだねそれはあるかもリオニャンはかわいすぎるわリオニャンはかわいすぎるわそれは <laughs> カメラ目線ビシッときました当にここだよね ちゃんと決ままっってますかよかった <laughs> ななみちゃんとの共演が個人的にはすごかったえー、そうなんだななみさんはほんとにあのなんかなんだろうあの何スタイルがもう何て言ったらへん何現実とかけ離れすぎて直視できんかったねほんとにめちゃくちゃ可愛かったですめちゃくちゃ可愛かったですって言えるほど見れなかったんやけどね オーラないよないよケーキ半分食べたの私まだ食べてないのに <laughs> いいな私も早く食べたいワンワンのガムでも噛みつけらいること <laughs> どういうこと <laughs> 家電量販あそうなんだへえすごいすごいこの時間帯なの偉、ね、いねエイメゴグタイの応援であすごいね行ったんだへえそう坊ちゃん坊ちゃん坊ちゃんニオノンとかニオモスニオモスってちょっとどういうこと やだやだ <laughs> そうそう完全に性格ない美少女と言うキャラでテレビに合わせて <laughs> ちょっと何で性格良くないってこと今性格いいでしょ今も性格には自信あったんだけどな <laughs> でもそうだよねなんか美少女って感じで出させていただいてたからねな、うん、あカシポンおかえりありがとうこれもういなくなっちゃってるもしかしてリクさんもハートありがとう ひろくんお誕生日おめでとうってありがとうありがとうありがとう髪みつかちょっと歩けない <laughs> け系全国一位う,う,れうれしいうんうれしい、うん、<laughs> 自分の誕生日なんで3あっそうなんですかマスさんおめでとうございますえすごいあでもねなんか私そう11月14日ね結構いるんよねうん結構おる11月14日おめでとうございます お互いいいねカミリオ私っぽい感じ <laughs> いい感じどんな感じのアイドルになりたいかって言ったらそうだねでもやっぱ乃木坂さんで言ったらカズミンさんがみたいな人ななんかなんて言ってんかななんか王道のアイドルっていうよりはこう自分の色を持ったアイドルになりたいかな 結構面白さがあったりそういうちょっと私のこういうね性格ってねあんまなんかアイドルに合っちゃいけんかもしれないけどこういうこのありのままで行ってみたいなっていうのはあるかなうんそう東京来ることになったら住みたいところまだそんなのわかんないねなんかどこがどんなとこなのかねよくわからんけど東京はいつもい,いつもというか行った時はすごいテンション上がる透明感のある噛みつき系アイドルめっちゃ嬉しいそれ <laughs> 石とみかと思ったりゅうちゃんだったええー、ありがとうございます女優さんの中ではほんとに石橋さとみさんがすごい好きですねうん、うん、リッピーいいね鳥さんみたいやねディオやけんディオやけんよなになにハラリオってなんか面白くない <laughs> あリオポンとかかわいいねかみつきアイドルっていないほんとでもなんか 作ってなないから楽だなって思うこのままでねいいんだったらもうほんとこれって生まれ持ってんの性格上のもんだからあんまなんか作った性格でやっていくのって難しいと思うからそうそうリオン様リオッティあいいねちょっとパリピな感じ生意気チは <laughs> 髪みついてリオ様とかやばい清次 <laughs> とかやばいよホブラン打てない打てない私ほんとに運動できない、うん 全然できないあ銀ちお久しぶりありがとう来てくれてありがとうありがとう嬉しいあすごいほんとだね1700人になってすごいありがとうひらみの木よってやめてよあてま林さんもおかえりありがとう来てくれてほんにましたとさ の狂犬ってきついわそんなん <laughs> ネーム決め中なんやけどねもうみんないじめてばっかりそんなんひどいわほんまに <laughs> 誕生日だよ銀ちめでたいだよありがとうりおさんは似合う本当に本当に,本当に思ってるオディオちゃんあいいねオディオちゃんいい感じ俺りおちゃんかわいすぎて直視できない本当に直視してください直視してください <laughs> ケーキとシャンパンですシャンパン飲めないわ <laughs> あ、ケロさん、お久しぶり。こんにちは、こんにちは。こんにちは。ナブラブラブさん、かわいい、誕生日。何誕生日1日違い。え、すごいそうなんですかありがとうございます。覚えてたらお祝いしますね。私、記憶力、ほんと、よくしたいんだけどね。シャンパンダメだね。ほう、ホリブーさん、こんばんは。おめでとうって、ありがとうございます。17歳になりましたよ。供給の2はほんまに嫌。<laughs> やめて、ほんとに。 14日,日は一緒あそうなんだ何月のなんだろうほらある嬉しいそれは本当に嬉しいありがとう誰が美少女って言うけどりおちゃんはマジで美少女だったええー、もうそんなことないよありがとうなんか美少女って言われてから出るのねめっちゃプレッシャー意見ねあれ本当に <laughs> 本当にプレッシャーやったうん。あ西大工さんありがとうありがとう そそうそういい,いいよの日なんだってそう私もそれ話したことあるそうなんだよわーギフトもありがとうみんな本当にありがとうございますありがとう個性的なアイドルの方が楽しい本当そう私もそう思うからそうなりたいかなうんケロさん覚えてるよ覚えてる覚えてるありがとう前から来てくれてたありがとう可愛くてち小さくて可愛いいのにってそう小さいよね結構ね小さいからね めっちゃ名前呼んでくれてるありがとう本当に神様神様に <laughs> そっちの神様でいけたらめっちゃえいえいな,、うん、なあ翔平くんゆ羽ちゃんこんばんは声とごめんなさい楽しみと覚えてます覚えてますツイッターもフォローしてくれた気がするんやけどあの翔平くんと会ってたら高校生の人ですか会ってるかな分からんけどありがとうありがとう なスタイルでした2歳おレモーローありがとう2歳上の方なんやねなんか結構ね,ねいろんな年齢層の方来てくれて嬉しい狂犬なのにない何々におにゃんってリオニャンとかめっちゃかわいいねこれからもよろしくお願いしますこのキャラで川かかいさんアイドルだったりしてえしいえか、ー、みつきエピソードなんかねありすぎてね分 <laughs> からん <laughs> 私本当と24時間常にかみつきるけんね エピソードも何もって感じなのねりうちゃんのままがいい本当にありがとうみんなのおかげで貫けそうおいそぶさんもありがとうこんばんはこんばんはりおはらじわじわくるねなんかこのままでいい嬉しいありがとう他と被らないのがいいっていうのはある私もうんそうそうそうここはちょこっと来たらまだな何やどういうことどういうこと なになに大野ちゃん、ショールーム何時かかかる大野舞さんのことかなあ、ごめんなさい、わかんない、わかんない。このキャラでセンター、トップアイドルになれた。えー、センターになれたらすごいね。まずアイドルになれたらのあんだけどね。えっと、あ、あ、やばいやばい。あと5分だ。あと5分です、あと5分。お誕生日おめでとうって。ありがとう、イソップさん。ありがとう。きょさんもありがとう。ぎオ様に、敬礼 <laughs> ありがとう。 <laughs> アイリンにさん初見でしたありがとうございますキオハラリオですどうもどうもジェット赤みつきありがとうイゾブさんモクマさんありがとうございますうまいねあと四分しかないんだちょっとコメントアイゾブさんケーキもありがとうオリ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 イえついたお帰りなさいあつつさん二十二時までなん二十二時までしかできんのよねみんなあだ名考えとってあってます超嬉しいありがとうちゃんと覚えとこうと思って頑張ったの。 顔小さい小さくないよここでしょかね別に <laughs> 外でさく見えるかな <laughs> もう一回ラらっしで見ないで絶対笑うよ<笑>こいつめっちゃ猫かぶってるやんけってなるよねでも違う猫かぶっ,とっただけじゃなくて緊張して出せんかったよねそういうのがあっ千葉さんお久しぶりありがとうお誕生日ですありがとうちょっと時間ないからちょっとちょくちょくで読むね誕生日十七日なんだええー、そうなスクショタイムねしよっかね えかかぶぶった方がいいかぶるアバターアバター星を投げてくれ,、ね、く,くれさったらねくれさったらくださったらいただきますあかぶかぶりますねじゃあね時間経つの早いよね本当にかぶりますあいつ食べたツイッター行くね今日ちょっと遅くなるかもしれない ツイッターねそうお寺なんでしたお寺なんでしょ実は実はセカンドでお待ちしてますってありがとうございますそう言っていただけて嬉しい何したらいい <laughs> 分かんない <laughs> 17歳だから17歳ってこれかなちょっと前髪が な何したらいいですか <laughs> かわいいポーズわ <laughs> かんないかわいいポーズってなんだろうリオ様って呼ばれてるリオ様って呼ばれてる <laughs> やっぱ威嚇く <laughs> <laughs> 噛みついて <laughs> 恥ずかしいわ <laughs> アメイジングありがとうございます皆さんなんかほんとねもっとお話ししたかったんやけどね残念全然話せなかったハート投げたけど出ないえー、そうなのなんでなんでえペロ <laughs> リオイコール一角なんですねやっぱり <laughs> 最後に一回耳を持つまたやるねまたやる次の配信日は決まってないけどまたやるねうんかわいすぎて足つったって何やねん <laughs> 笑顔かわいいありがとう笑いますたくさん笑います <laughs> かわいいってありがとうこれもねファンの方から頂いたやつで今日も、えっと、学校にはまた違うファンの方から頂い,いたマフラー使っててほんとねみんなから頂い,いたものもね大事に使わせて頂い,いてますありがとう本当にコメント全然読めなくてごめんねあと1分やからとりあえず締めの 今日でね17歳になったんやけどもう本当に、まあ、まだまだこれからやけんね、あのー、諦めずに頑張るのでねあのすえっとゆっくりから応援よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますこんな感じなんやけどね次はまあもしかしたら土曜日とかになるかもしれんけどあ土曜日できる ちょっとまた考えるね <laughs>。また考えるね。リプ待ってます。リプしてね、どんどん。回数の遅くなっても怒らないでください。<laughs> 頑張ります。リオさんも頑張る。17歳ね。花のセブンティーンだから。<laughs> みんなありがとう。本当に新しい方にも応援していただけて本当に嬉しい。あ、22時になっちゃったー。みんなありがとうね。本当に。ありがとう。この後ケーキ食べるのでみんなもね、ケーキ食べてください <laughs> で。で 今日遅くなってもまたツイートするのでねよろしくお願いしますねじゃあ次の配信で会いましょうそれまでツイッターでまた会いましょうありがとうございましたバイバーイ終わりますおやすみなさいありがとうございましたバイバーイ